巨乳に挟まれて死ねるならそれは本望。さあ、そんなくだらない話はしてないでね、続きやっていきましょう。前回はね、なんかちょっと謎のね、目玉親父と、おい、来たろとか言いながら、ね、こういう個人名ってあんま出しちゃいけないのかな、キーとかさ、イーちゃんとかそういうのって言ったら出しちゃいけないのかな、普通に喋ってるし、あれだよね、この過去のユニバの話とかでね、そういうの、ユニバの動画とかでそんなアップロードとかしたりとかもしてるから、まああれは残念ながら広告つけられないんだろうけどね。なんか僕が過去に上げたあのユニバのジュラシックパークの動画だけめちゃめちゃバズってるけどね。あれまあ英語でやってるからっていうのもあるかもしれないですけどね。ウォーターワールドとかも普通に英語とかの表記に変えたら再生数伸びていくかな。ちょっとやってみよう。ということでね、この動画を上げてるのはね、多分ね6月18日なんです。ちょっとね今手前なんだけど、その直前にね電話をしてね、実況撮ってるんですけど、まあ、これおそらくこれをね今ねアップロードしてる順番とか見てると6月の18日になるだろうと。明日誕生日なんですよ。まあね、17、18とね、実はねユニバに行ってるんで、ユニバに行くことになってるんで、まあ、今日ちょっと先にね先取りして撮影をしてね、そう17日に何が起こるか分かんないんだけど、とりあえずユニバのフロントパークフロントホテルっていうやつか、コート越しでも分かる巨乳な感じ。こう頭脳みそ出てるのにさ、3発目に生き返るんだよね。ほらトレンチコート着てて巨乳ってことは相当巨乳だぜ多分、E カップくらいは、E カップ以上はあると思うね。容赦ない。感謝します。よくここまで来られたね。あ、それは何度でも行くよ、まあ、とりあえず何が起こってるのかだけ教えてたもれっていう話ね、まあ、そんなのはどうでもいいか。それはどうでもよくってですね、僕がねその19日になんとね誕生日を迎えます。なので、まあ、なんとねっていうか別にでっていう話なんだけど、誕生日迎えるから何っていう話なんだけど、そうなんですよ、ついにね30歳になっちまうんだよ。そう30ねえ、さらば20代ということでね、まあまだね時間はあると言いつつもね、やっぱりなんだろうな、ちょっとねもう30を迎えるってことで若干ね感慨深さを感じたりとかしてますよね。なんか20代とかはね振り返ってみようかなと思ったんだけどさ、じゃあ結局20代って何が起こったのって言ったらさ、まあ大学卒業してさ、社会人になってさ、で結婚してさ、子供が生まれてさってくらいでさ、くらいっていうか、まあ人生のビッグイベントいっぱいあるんだけどさ、なんかこうめちゃくちゃ、おい危ねえ、こいつ倒さなくてもいいんだろうけど、ね、最後に脱出するときに地味に ね邪魔だったりするから、ちょっとやり直し、ちょっと待って。あれちょっとあれちょっと意外と鉄格子に当たったりとかして硬いんだなこいつな、知らなかった。まあそんなことはどうでもいい。そうなんですよ、意外と生き返った。あ、やばいね、もう超チキン戦法だけどね、弾はいいんだけど体力がなくなることがちょっとね、やっぱり恐れちゃうからね。まあ10年の節目っていうのがあるからさ、人間みたいな何が起こるかね、まあ、そんなのはね、いろいろとあると思うんだけど、まあ、こうやってなんかいろいろと自分がさ、遊びだのさ、ちょっと前は心理学とかコーチングとかさ、脳科学だとかっていろいろとかやってたりするけどさ、まあこうね、誰が見てくれてるかとかっていうのはあんまよく分かってないけどさ、僕はその人気 YouTube チャンネルとかでもあるわけじゃないし、毎回3桁のね再生数を取ったりとかっていうのをするわけじゃないからさ、いまだにもう初めて3年近く経とうとしてるのに、いまだに、ね、800人台しかいないようなね小規模 YouTube だからさ、それはいいんだけどね、誰だとは言いながらもね、やっぱ誰かとつながってるかもしれないっていうね、そういう感覚をね持つことによって、まあ、自分が生きてるんじゃないかっていう実感が湧くかもしれないし、まあ、YouTube という媒体がね潰れない限りはさ、誰かが何かしらの形でさこうやって見てさ、あ、なんかブルーホースってやつらいたなみたいな、僕が仮にね
若くして死んだりとかしたとしても、まあ、僕の親父は180まで生きるって言ってるけど、僕は申し訳ないけど頑張って生きたとしても92年生まれなんで、あの平均年齢がたどり着くであろうと言われてる107歳までには行こうかと思っても、107歳って言っても十分だけどね。107歳って考えたら俺まだあと4倍近くは生きれるってことだもんな。まあ親父は今57で180まで生きるって言ったら、あと120年生きるから、さらに今の俺の年齢よりも生きることになるけどね。まあそんなのはどうでもいいか、ね、ということで、まあビビり散らかしているんですけれども、この時点ではそっか来てたんだな、タイラントが。ということはですよ、ということはですよ、いつ落とされたんだこのタイラント。バイオ2本編の方だったら、なんかヘリから投下されて頭ぐっしゃーって、むしむしゃー、どうだ赤いなし汁だぜ、それはもはやリンゴやけどなっていう、まあそんなこんなの。いつ投下されたってかってね、お前どこにいたんだよって話だよね。本当にどこにいたんだよ、隠れる場所ないし行ける場所もねえのに。よくわかんないね。ベンの家に死にたいなんてあなたもだよね。ベンからでもエイダの本当の目的は何だったんだろうな。ベンを通じてアネットから G ウイルスか、もしくはそのサンプルを手に入れるっていう相変わらずの巨人。サングラスかけた方が美人だと思うんだよね。なんか素顔になったらあんまり個人的にはこれは今タイプじゃないよね。いいだよって言って、ウォンはどこ行った、ウォンウォンウォン。さあということで、今からと駐車場のところを抜けていって、んだが、ちょっとやらなきゃいけないのが何だったっけ。あ、そうそう、電源を入れて、かつそうだね、また警察署に戻るっていう感じだね。だから警察署に戻ったとしたら、ね、本来マービンが生きてたらそっちのルートから通していってあげて、でね、一緒に脱出しましょうってなってたんだけど、彼はねちょっとね待ちくたびれてしまってね、青ざめちゃったっていう、そういうオチが待ってるんで、まあ、そこにたどり着くのは多分次回パートくらいになると思うんだけど、次回パート、そっか、なんかあんまり見せ場のないところで僕は誕生日を迎えることになりそうですね。まあちょっとこの動画がね、いつ上がるかっていうのを、いつ上がるかって、6月18日だっちゅうの、6月18日に上げようとは思っているんではありますが、まあ、それはいいとして、それはいいとして、まあ、ちょっと誕生日は誕生日でね、家族と過ごすことになると思う。それもまたちょっと前撮りになると思うから、まあ、今日誕生日ですっていう動画は多分次回パートで言ってるとは思うんだけど、実際はの誕生日よりちょっと手前で言っちゃってるっていう、ね、ことだけはご了承いただけたらと思いますね。まあ、お前の誕生日30迎える半、興味ねえよっていうのはね、興味持って、別にさ、27歳とかさ、28歳とか29歳の誕生日とかっていいんだけどさ、30歳っていうね、一つ大台を迎える年になるから、ぜひね、祝ってくれたら嬉しいです。OK、じゃあ、ね、こんなね、ワンちゃんをボッコボコにしながら言うのもどうなのかなと思うけどね。さてさて。ワンちゃんがね、めんどくさいよね。でもワンちゃんまたジグザグ動いてたらなんとかなんのかって、どっちかって言うとめんどくさいのがあれだよね、りっちゃんだよね。りっちゃんさ、逃げてるスピードとか関係なくさ、めちゃくちゃ速いスピードで回り込んできるからね、こいつは起き上がるからちょっと注意が必要でゴンス、そうそう、なんかやっぱり特定の犯罪を犯す人ってそれが癖になっちゃって抜け出せないっていうのがあるんだよ。例えば麻薬みたいにさ、脳が沸かされちゃいましたみたいな人とかだったらもう仕方ないなって思うんだけど、ういー、ごちそうさまです、なし汁ブッシャー、よしで、これを取って、んで、ゴキブリちゃんがどっかにいると思うんだけど、いないかな、もう1アイテム2アイテムくらいどっか取れないかな、ないね、
じゃあ一番奥はどうかな。ちょっとなんかこれさ、この微妙、あおやすみ、うん、おい、おやすみ。そうだから、その例えば盗み癖とかさ、盗撮癖とかさ、だから初犯っていうか再犯率の高い犯罪ってのは結構多かったですよね、軽微な犯罪の中でね。殺人が何回も起こるっていうのはないね。まあちょっと、あと相当頭いかれてる人だったら別かもしれないけどね、あのね女子高生のスカートの中を取るとかさ、あの万引きを繰り返してしまうとかさ、これ取るとあの、ね、起きてくるから、ギリギリまで引っ張ってこいつが起き上がれないところに引っ張っておいて押したいんだけど無理っぽいね。もうちょっとじわるじわる、そろそろいけないかな、無理っぽいね。もうちょい、気持ち、まあ、手の位置だからあれだけどさ、もうちょっと下の方とかだったら今なんかもうしこってるみたいだな、レオンがね、しこれいけるか。いやー無理だね、ちょっとこれ以上いったらなんかこいつ起き上がりそうなんだよな、まあ、まだマシだよね、あのあれと比べたら、本編の方と比べたら。ちょっとほらこれだって、もうほらだって食らってないもんね、この時点じゃだったら食らわせられないのかな。もういけるっしょ、さすがに無理、シビアじゃない、だいぶどうなってんのかしら。こんな難しいゲームに育てた覚えお母さんないわよ。 OK、 いけた、よし。え、ちょっと待って、いや蘇るんかい、マジか、知らんかった。あれ限界まで引っ張ってさ、わーってなるんだったら分かるけど、ちょっとそれは聞いてないでゴンスターね。はい、じゃあ、まあ、とりあえずくる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 回しとこうか。はい、で、ここで電源をつけて、で脱出して、あ、しまった、あれだね、射撃場も行かなきゃいけなかったんだ。射撃場、射的場、ちょっとよくわかんないな、どっちだったっけな、ね、もうすでになんかね、もう何かがいそうな雰囲気がもうムンムン漂ってくるよね。まあ、大体ゲームっていうのはこのバイオに限らずさ、こういうアクション系とかホラー系とかって、何か一つ の重要アイテムを手に入れたり、何か一つのね、あの進展があるたんびに新しい敵が出てきたり、ボスが徘徊し始めたりとかっていうのがあるからね。さて、謎解きのお時間です。もうこれ覚えてないよね。違った。こう。違った。うん？こうか。あれ違うね。あれ違うね。めっちゃあれだね。言ってんの。ああ、右打つだとか。OK。よっしゃ。えい、ワンちゃん。ワンちゃんが突撃してくるけど、とりあえずまあジグザグに走ってればなんとか。あぶれ、これ取ってなかったらまたちょっと来たり来なかったりラジバンダリしなくちゃいけないところだったからね。これ今ゾンビは消えないよ、大丈夫だよ、ね、インを攻める。よし、でこれジグザグジグザグジグザグと進んでいって、ワンちゃんからの攻撃は食らわないよ。食らったやん、食らったわん、マジわん。よし、かっちょちょ、とりあえず、食らったまた、あれちょっと待って、もうめんどくさいめんどくさい、邪魔、え、ちょっと待って完全にワンちゃんの胴体を貫いたけど大丈夫だったか。 OK、 よし、起き上がってるにゃん。よし、はい、あー OK、 気持ちいい、ほら、おいで。うる。ちょっと待って。フォースが乱れてる。やばい。ご乱心。あ、ちょっと待って。やばい。OK。あ、ちょっと近い。OK。よし。OK。で、バスの報酬。あらだ、車で取らなきゃいけないんだな。あそこでもう痛いね、確かね。もうこいつ起き上がるの早いし、もうちょっと寝てろよ、さっきも寝てたよ。うい、あれ
うい、オッケー、もうこれで終わってた。とか、まあ、ここ来ないしもいいかもね。いや、やっぱり、ね、クリティカルってブッシューだったら音がなかなかエグいし、あのね、表現されるのもなかなかエグかったりするんだけど、何よりもキボティ。OK。じゃあ、ラクーンくんがいるので、ポン。これ初だっけよ。だとしたらだいぶ取り逃してるかもしれない。これラクーンくんを全部壊さないと、確か、あの、無限ナイフが手に入らない。無限ナイフが手に入ることでね、時間短縮のやつとかだいぶ楽になると思うんだけど、まあそうはいかの、そうはね、トンヤが下ろさないっていうね。あー、どうしようかな。どうしようかな。OK。ハンドガンを作っといて、どうせ使うことになるからね。こんなところでなんかあの、使い惜しみとかしてたって仕方ないからね。あの、上登ったらまたね、あのゾンちゃんが3体出てくるからさ。よし、じゃあラクーン君、まあラクーン君もね、壊されるために俺は生み出されたんじゃねえっつってね、発狂してるからね。そりゃそうでって、誰だってね、あの、壊されるために生きてるわけじゃないからね。みんな真似しちゃダメだよ、ダメだよ。そんなね、マグナムとかね、ショットガンで撃ち抜いちゃダメだよ。せめてハンドガン、 OK。 ということで、ここね、またワンちゃんがいるんだすわ。大丈夫かな。ここで調べて、本来ね、ここで調べてとかっていう余裕はないはずなんですけど、まあ、これがね、ゲームクオリティということで。で、これでいけてんのかな？開いた？微妙？ああ、開いた開いた開いた。オッケー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 。ちょっとワンちゃんに絡まれる前に、ワンちゃんに絡まれる前に、ワンちゃんに絡まれる前に、めっちゃ飛びついてきてるけどね。人懐っこいワンちゃんでございますね。私そういうの好きよ。好きなんだけど、ドーベルマンはちょっとあの、毛が短すぎてふわふわ感がないからちょっと却下。急ぎ逃げろ逃げろ逃げろ。じゃあ、この上のところがセーブポイントになりますんで、そこでセーブをしたら、これは捨てて、いたね、本パート終了とさせていただけたらというふうに思います。最後までね、ご視聴ありがとうございます。本当にね、ゾンビがわーってまた出てくるんだけども、ここは一旦ね、ちょっと無視をしといて、ショットな、OK。じゃあ、ここ入って、よし。じゃあここでね、アイテムの回収をして整理も行って終了としていきたいというふうに思います。ということでね、まあ、あの、実際本日に関しては、あの、動画を上げてる日に関してはね、あの、嫁さんとね、娘ちゃんとね、ユニバを楽しんでいる頃だと思うんですけれども、嫁に前回ね、あの、マリオカート負けちゃったんで、どれだとしたらね、そのリベンジをぜひ果たしたいっていうふうに思います。はい、まあそんなのはどうでもいいんだけど、どうでもよくないね。負けっぱなしはね、悔しいですからね。相当な負けず嫌いでございますからね。はい。いやー、なんとかね、ここまで無事に、なんか、あの、詰まったパートっていうのはね、やっぱり、一度やったことがあるから、なんだかんだで、ね、こう、体に染みついて覚えてるのかもしれないね。脳がうろ覚えと言いますか、っていう感じでございますね。うん。いや、まあ、なんとか、あの、無事にね、あんまりその、なんか、ここで詰まってとか、繰り返してとか、死んで、みたいなこと、あ、まだ俺、そういえば死んでなくない？多分死んでないよね。おお、よかった。デスカウンターが発動しないで済むから楽だよね。よし。はい。ということでね、本日も最後まで動画ご視聴どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタンと Get Arden を押していただけると嬉しいでございます。ということで、また次回パートでお会いできたら嬉しいです。ちょっとアイテム整理が終わらないね。もうちょっとだけお付き合いください。まあ、いっか。まあ、いっか。はい。じゃあね。